吉川英治。三国志水史の巻。傘。一。慶州の本城は実にもろく落ちた。関羽はあまりに後方を軽んじすぎた。戦場のみに充血して、 内政と防御の点には重大な手抜かりをしていた嫌いがある。呪し台の備えにのみ頼みすぎていたこともその一つだが、とりわけまずいのは、国内を守る人物に人を得ていなかった点である。留守の大将阪神も盆栄であったし、公安の首相たる不死人も、 軽薄な祭人に過ぎない。よりによって、なぜこんな盆栄を残していったかといえば、繁盛へ出陣の前、この二章に落ち度があった。官は軍旗伸縮のため、その罪を痛く責めて、懲罰の代わりに出征軍の内から省いてしまった。 留守に回されるということは、部門として軍閥をこむるよりも不名誉とされていたからである。藩春が真の人物なら、この不名誉はむしろ彼を奮発させたろうが、藩春も不死人も内心それを恨みに抱いて、もう関羽の帰間では将来の出世はおぼつかないと、 正気を図るような考えを起こしていた。そして、内政も軍事も全く怠っていたところへ、つなぎのろしも何の前触れもなく、いきなり攻めてきた五の大軍であった。結果から見れば、実に当然な陥落だったとも言える。一つ。 りに人を殺す者。ひとつ、りに物を盗む者。ひとつ、りに流言を放つ者。以上、その一を犯すものも残罪に処す。五軍大都督旅網。占領直後、まだ五皇孫権も入場しないうちに、早くもまちまちにはこういう刑事が立ち。 人民は皆寄付した。慶州城にあった勘吾の一族は、旅網の指図によって丁重に他の屋敷へ移され、不安なく不自由なく五軍に保護されているのを見て、慶州の人民は、ありがたいことだ、と旅網の名を口から口へ囁き伝えた。旅網は日々、 五六期の友を連れて、自ら戦後の民情を見て歩いた。一日、途中でにわか雨にあったが、雨に濡れながらもなお巡視を続けてくると、彼方から一人の兵が、百姓のかぶる竹笠を持って、兜の上にかざしながら、一目散にかけてくるのを見かけた。捕まえろ あの兵を捕まえて来い両盲は無知を差し向けた。二頭の騎馬武者が宇宙を駆けて、すぐその兵をひっつるしてきた。見るとその兵は、両盲もよく顔を知っている同郷の男だった。が、両盲はその兵を睨まえていった。自分は日頃から、 同郷同姓の者は殺さずという誓いを持っていたが、それは私事で公務の誓いではない。汝はこの庭川目にあって、百姓の傘を盗んだ。考察の表に掲げてある一条を犯した以上は、たとえ同郷の者たりとも、法を乱すわけにはいかん。首にして町へかけるから観念するがよい。 兵は仰転して、宇宙に愛護をしながら、旅網を不死拝んで。命だけはお助けください出来心でございます何気なく、つい竹笠ぐらいと存じましてと、悲しみ訴えたが、旅網はただ顔を横に振るだけだった。いかん断じていかん出来心はわかっている。また一個の竹笠に過ぎないこともわかっておる。 しかし許すことはできないそれが法の厳正というものだその兵の首と竹笠とが、極門となって町にさらされた。詩人は噂を伝え聞いて、何たる公平な大将だろう、と、その時に感じ、後の三軍は奮い恐れて、 道に落ちている者も,も拾わなかった。工場に待っていた五皇孫賢は、少将を引き従えて入場した。そして直ちに、高三の将、半身をみ、その恋を入れて五軍に加え、また、獄中にあった義の旅将、うきんを引き出して、五に使えよ、と、その首かせを解いて与えた。